よーい、あちょっ。さあ、今仕事終わりでですね、帰ってきて撮影をしておりますが、今日はね、外が雨なんで髪の毛がね、なんかもうツヤツヤです。はい、ということで今日紹介するのはこちら。じゃん、もうね、ネットで買うしかないですよね、グッズは。はい、じゃあ上げていきましょう。せーの、はい、おいしょ。全部キャッチできてた。今回購入したのはこの2つじゃない、なんで2つになった、この3つの商品ですね。開けていきたいと思います。幸せのブルー、ディズニーブルーエバーアフターってやつですね。まずこちらブレスレット買いました。2人用ですね。僕とひいさん用に買いました。こんな感じなんですよ。実際見たの初めて。開けたいと思います。これね、両方ともミッキーは青なんですね。はい、もうね、発売してからだいぶ時間経ったんですけど全然開けてなくて、やっとね、開けることができます。よいしょ、開けてみると、はい、こんな感じ。お、綺麗、かわいいね。収納ポーチ、本体の紙には説明書がついておりました。ブレスレットの付け方だって。こんな感じ、こうミッキーでいいね。とこれなんだろう、あ、ディズニーブルーって書いてあるんだ。つけてみましょうかね。ここがフックになってるんだ。これをピッと、おー、外れた。で通す、通らん、通らん、指先から通らん。よいしょ、手首からしか通らなかった。で、これをどう見せればいい、こうか、見えてるのか。これをこうだ、はめると、こんな感じになりました。なんかこれだけでも十分おしゃれな感じでいいんじゃないでしょうか。で、これに、まあ、ちょっとこれヒーサーなんで、帰ってきたらつけてもらおうと思うんですけど、これにですね、これチャームね、このチャームがついてると思うんですけど、このチャームがね、またつけられるんですよ、もうちょい。それが、はい、こちらのチャームセットですね。これね、なんかシークレットもあるみたいで、全6種類、1,2,3,4,5,6 種類、嘘です、ん、全5セット、シークレット1セットが入ってるみたい。これ全何種類なんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8、シークレットで9,10,10個あげます。はい、じゃじゃーん、おう、こんな感じで入ってました。じゃあですね、どうしたい、どうしたい、これ全部開けると時間かかっちゃうんで、全部開けなくてもね、中見えるので、シークレットを当てたいと思います。今混ぜた、いや、一人でやるか、一人でやる。じゃあシークレットと当てるんじゃなくて、分かった、そうしよう、分かった、こうしよう。シークレット以外を当てたらそこで終了。はい、これですね、シークレット以外を引いたらそこで終了。いきます。あこれ、これに決めました。はい、これズルしてないよっていう意味でここに置いとこうかな、4つ分これね、4つあるからね、ちゃんと。はい、これですね、開けてみます。ちなみにこれ1個で1200円です。セットでね、6000円、あとブレスレットが3800円でした。はい、開けました。で、シークレット以外はね、見れます。こんな感じです。開けます。これどうやって開いてんだろう、よっ、お、なんか書いてある。ミッキーとミニーは楽しそうにお出かけしています。カラフルなお花畑やってくると、その中に一輪の青いガーベラが咲いていました。あ、正面切れちゃった。ガーベラが咲いていました。ちょっと暗いけどこのままで。で、開くとこんな感じ。わあ、ミッキー見て、きっと今日の服によく似合うよ。ミッキーはそう言って青いガーベラをミニーのリボンにつけました。物語になってるんですね。こうして、こうだ、ここにもストーリーが書いてあります。手が込んでますね。素敵なプレゼントに喜ぶミッキー、その様子を見たミッキーはとても嬉しそう。青いガーベラが2人に幸せ、青いガーベラが2人に幸せな時間を運んでくれました。ということで、シークレット以外だったら即終了。せーの。
じゃん。あ、シークレットじゃね？これ。ほら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 。え、すげえ。きたー。終わらなくて、あ、ほら、ちゃんとまだ4つあるからね、これ。だ、すごくね？すごくない？すごくない？かわいい、これ。かわいい、これ。すげえ。イェイ。はい、ということで、動画が終わらずに済みました。シークレットですね。弾きました。近くで見てみると、こんな感じです。ミッキーの方が金で、ミニーちゃんの方がシルバーなんですね。で、これが、グッズでも出てるブルーのカチューシャと、これがソーサラーミッキーかなのカチューシャになっております。つけてみよう。あ、ちっちゃいわ。こんな感じですね。キラキラ。じゃあつけます。あ、いいんじゃない。はい、こんな感じになりまして、これどっちがいいんだろうね。でも腕下げとくから逆か。あ、こうするとさ、こうするとね、これどうするのこうするとこう、こうすると多分手を垂らした時に表になる方がいいと思うので、そういう感じでつけております。はい、さっきはこの向きで表になってたんだけど、今この向き直しました。はい、ということで今回ですね、ディズニーブルーね、購入したのが、このブレスレットとこのチャームセットだけ、この3つですねになります。カチューシャはまあ似合わないので買わなかったのと、本当はポストカードが欲しかったんですけど、ポストカードは買えませんでした。瞬殺でしたね。他のはね、実際見て買いたいので、まあ、もし行ける日が来て売ってたら買おうかなと思うんですけど、ではこれだけという形になりました。ということで、この動画が良ければ評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter と Instagram 説明欄にリンク貼っておきますので、そちらからフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いいよ。いいよ。うん。